て、この感じ、ここはあの決戦の。おい、動けるぞ。言ったでしょ、全員で共有する過去なら実際に触れる、あのショッピングモールと同じです。全員って、待てよ、お前知らねえだろ。それは多分私が。ニュクス、それにあの人影は。これは彼の命そのものです。これが奇跡の真相、大いなる封印とは、こうして彼自身が封印になることだったんです。でも体から命が離れることは、人としては死ぬこと。きっとどこかで見つけたんでしょう、彼なりの命の答えを。命の答え。でも彼、後悔とかはしてないと思いますよ。意識が完全に消えるまでの最後の時間で、あなたたちとの約束も果たせたみたいだし。約束って、もしかして卒業式の。ちょっと待て、なんでお前がそこまで知ってる。なんでってわかるんですよ。私は多分ニュクスや今のこの人と同じ、本当はこっち側の存在だから。ニュクスの目覚めは全ての滅びを意味する。でも考えてみてください、これほどの存在、彼が奇跡を起こす前はどうやって封印されてたんでしょう。それはきっと別の誰かが。なら人間が現れるもっと以前は。何が言いたい。私、なんとなくわかるんです。多分ニュクスには敵意なんてない、本当は封印なんていらないんです。そんな、彼は無駄なことをしたっていうの。いいえ、ただ彼の本当の目的は。うわ、なんだ。見てください、あれ。やっぱり彼の封印の目的はニュクスを抑え込むためじゃない、触れさせないための封印だったんです。どういうことだ。あの怪物はシャドウじゃないんです。あれは普通に生きてるたくさんの人たちから漏れ出した悪意の塊。みんなニュクスに触れたがってる。バカな。私も去年死を知りたいと願いました。きっと町の人も触れてみたいと心のどこかで思ってる。命と物を分かつものは実はたった一つ、死ぬということ、それだけですから。分かる気がする。
生きていく意味が見えなくて、ちょっと誰かの死に触れてみたい。そんな自覚のない悪意があんな大きな化け物を生むほど渦巻いてる。それが今の世の中のことなのか。力を持ってるから、まさか戦う気ですか？無茶です。あんな巨大なものと。この戦いは避けて通れない。この怪物を生んだ気持ちは私の中にもあった。大切な人を失った痛みのあまり、今を認めず死と戦いに満ちた昔にいたずらに憧れた。間違いない。この怪物こそ全ての原因だ。ならば叩きのめすだけだ。いつもの俺たちらしくな。同感です。これも自分自身との戦いですしね。彼の見てる前なんだから、尻尾巻いて帰るなんて絶対ありえない。まあ正直負ける気は全然しねえからな。いいぜ、やったろうじゃん。姉さん大丈夫よ。あんなものに私たちは負けない。生きることは自分に負けないことだから。勝って私たちは生きるんです。決断の時です。ペルソナ発動。状況にふさわしいのは状況は。カーリン。私のすべきこと。ペルソナ。
召喚。この相手の解析を進めますか。解析完了です。しましょう。まあ見ろって、こちとら一変世界救ってんだからな。すごい、本当に勝っちゃった。言ったでしょ、私たちは負けないって。でも今の怪物はまた現れるんですよね。だって死を求める気持ちなんてみんなが持っているものって。確かに厄介な相手だな。人は努力して死を遠ざけるのに、本当に遠ざかると生も見失う。そっか、だから封印が必要なんだね。人はすぐにニュクスを欲しがっちゃう。そしたら世界は滅んじゃうのに、それでもその気持ちを止められない。私も止められなかった。今決戦の前へ戻っても同じだから。彼はゆかり、やっぱ寂しいよ。辛くて悲しい。それでも封印しないって道を彼は選ばなかったんだから、私も受け止めなきゃダメだよね、その時の彼の気持ち。
今はまだ全然辛いけど、僕もっとちゃんとしないと。本当に守ってくれてたんだ、ずっと。これからも。ああ、もう不甲斐ない姿は見せられんな。私ようやく彼を見送れた気がする。怪物がいなかったらこいつは戻ってこれたんだよな。でもあんな怪物消す方法はねえか。みんなの心にあるものを変えるなんて。いいえ、きっとできます。アイギス、いつかきっと変われる。生きていれば何だって変えていける。私にもできたんですから。変えたいなら信じるしかないな。人も世の中もそう捨てたもんじゃない。俺たちは知ってるはずだろ。そうっすね。生きていれば何だって変えていけるか。アイギスが彼と同じ力に目覚めたのってそういうところだったのかな。ずっとなんでアイギスが選ばれたのに私はダメだったのって悔しかったけど、そうやって本当の意味で前に進める力、それがあんたと彼の共通点だったのかも。そうなんでしょうか。だったら嬉しいです。そうしときな。私ずっと嫉妬してたんだからさ。うん、してたな、嫉妬。なんで私は選ばれなかったんだって。ごめん、たくさん嫌なこと言ったよね、ゆかりさん。ね、その鍵で帰ろう。今へ。今の私たちなら新しい4月1日を迎えられるでしょ。はい。じゃあアイギス。はい。そのうまく言葉が見つからないですけど、私皆さんと出会えて本当に良かったです。なんで先に行っちゃうかな。もうそんなかしこまんないでよ。これも絆でしょ。てか面と向かって言わないの？お別れみたいでしょ？そうですね。そうか、絆。命だけが持ってるもの、生きてる実感をくれるもの、死ぬことだけじゃない、もう一つあるとしたらそれは絆。もしかして私が見つける命の答えってこれなの？おめでとう、姉さん。おい待てよ、聞いてねえぞ。出られたんじゃねえのかよ。皆さん、一体これは？ご心配めさるな。私はただお別れの挨拶にとお呼び立てしたにすぎません。加えて申せば、驚いたのは私もでございます。よもやご友人一同までいらっしゃるとは。やはりワイルドに目覚めたあなたの影響を受けたということなのでしょうな。え、アイギス、知り合いなの？ここは
力に目覚めようとしてる者が手助けを受ける場所。姉さんも、そして奇跡を起こした彼もここの客人だったんですよ。メティス、なぜお前がそっちにいるんだ。お前は一体。私はこっち側の存在なんです。時の狭間はもうすぐ消えます。時が動き出してまた日常が戻るでしょう。おめでとう、姉さん。それとあなたたちも。メティス。姉さん、あの人を守る約束もう叶わないって言ってましたよね。でも今からでもできるんじゃないかな。え？あの怪物を消す方法話してたじゃないですか。いつの日かもっとたくさんの人が姉さんと同じことに気づけたなら、あの怪物がいなくなる。世界はニュクスを求めなくなるんです。その日のために歩き続けること、誰かと絆をつなぎ続けていくこと、それってあの人を守ることでしょ。私まだ約束を果たせるの？メティス、教えてくれないか。君は一体何者なんだ。彼女は多分もう一人の私。私は失った痛みに耐えられなくて、いっそ機械に戻れたらって考えてた。あなたはあの時、私が捨ててしまった私自身の半分、一人で残されるのをいつでも怖がってる寂しがり屋の妹。生きることの辛さに気づかせるためにあなたは現れてくれたのね。ようやくわかった。もっと早く気づけたらよかったのに。姉さん、命はすべて心の一番深いところで海のようなものを共有しているの。私は多分そこから来たんだと思う。姉さんの心もちゃんとその海に通じてる。もう姉さんは本当の命だよ。これからはいつでも一緒。ただいま、姉さん。お帰りなさい。なんだか眠いです。久しぶりの感覚。眠る必要のない体に戻ってたから。ふん、どうやら今回のお客人も無事たどり着いたようですな。命の答えに。命の答えって？教えてください。答えにたどり着いた私の命はやっぱり終わるんですか？終わるって、なんだよそれ。アイス、なんでしょうこれ。すごく満たされた気分。アイス、あんたまさか嘘でしょ。私もちゃんとお別れに出ればよかった。バカみたい。一人で部屋にこもっておかしいですね。なんだか今頃になって涙が。そういえばメティスは泣いてた。涙を流すことさえ私捨ててしまっていたのね。あなたは課せられた試練を見事果たされ、旅路は終わりと相なりました。お別れでございます。
イギス、おい、冗談が過ぎるぞ。ハイギス、大丈夫、心配しないで。いや、ハイギス。でもね、今なら届けられるかもしれないよ。今度こそ声だけじゃなくて、みんなの思いも力もね。え、そうしたらきっとさ、あの人一人で背負わなくてもよくなるよね。以上、気象情報をお伝えしました。まもなく0時です。こんばんは。日付が変わりまして、4月1日0時のニュースをお伝えします。ここはいつの間に眠ったんだ。あれ、ラウンジの中、元に戻ってる。確か玄関の前に集まって、鍵がどうとかって。そのことだが、どうやら解決したらしい。もう扉の外はちゃんと普通の街だ。外へ出られる。時の狭間は消え去ったということか。日付、4月1日です。それつまり俺ら助かったってことだよな。よっしゃー、あはは、ようやくだよ。マジ、アイギス、ほら起きて、私たち助かったみたいだよ。アイギスってば。あれ、待ってください。玄関の鍵を開けた後、僕ら確か青いエレベーターみたいな部屋に飛ばされて、そこで確かハイギス様。こら、アイギス、いつまで寝てんの。起きなさいってば。アイギス、キリチョウ先輩。まだ決めつけるには早い。とりあえず部屋まで運ぼう。室内の設備でコンディションを調べられる。目覚まさねえな。どう、フーカ。大丈夫。何度かは触ったことあるし、それにここの設備は私たちだけでも最低限は使えるようになってるはずだから。参ったな。夜中でさえなければ。すまない、ラボに連絡してみたが人手は期待できそうにない。わかりました。でも、もう少しで何か。やったか。コンディション出ました。そんな、これってなんか分かったのか。思考系がほとんど焼き切れてます。想定を何十倍も超える過負荷で、あっという間に対応限界をオーバーした感じ。多分複数のペルソナを使える力に急に目覚めたりしたから。
焼き切れてるって、それ直せるんですよね。部品を交換することはそれはできるでしょうけど、私たちの知ってるアイギスはもう。そんな、アイギス、はい、呼んだでしょうか。アイギス、状況がよくわからないんですが。もう、どんだけ寝坊してんのよ。全然起きないから死んじゃったのかもって。そんな、どうして。思考系はもう電源さえ来てないはず。これじゃまるで本当に生きてるみたい。あの、すみません、心配をおかけしたみたいで。私、久しぶりに夢を見てました。皆さんと過ごしたいろいろな思い出のこと、それにあらゆる扉は開かれる。何でもありません。悲しい別れが教えてくれるのは命の重さだけ。生きる嬉しさを教えてくれるのは自分を思ってくれる誰かなんだと思います。私、やっぱり幸せ者です。アイギス、こんな近くにいて抱えた痛みも同じだったのにバカみたい。なんでお互い一人って思っちゃったんだろうね。意外と似てんのかな、私たち。やれやれ、これでやっとおしまいか。もう4月1日が繰り返したりとかなしだぜ。縁起でもないことを言うんじゃない。とりあえず一段落だな。あっべ、緊張ほぐれたら一気に眠気が。立ったまま寝そうだ。あ、ちょっと純平くん。よし、とりあえず今夜はもう各自部屋で休んでくれ。どうしても今日済ませないといけないことは。そうだ、一つだけ伝えておこう。召喚機の回収という件だが、取りやめにしようと思う。今回のことでいろいろ考えさせられた。回収して見えないところへやってしまうことで、私は力から逃れようとしてたかもしれない。たとえシャドウはいなくても、自分自身を見つめる限り戦いは続く。これは各自で持っていてくれ。いつかみんなが変われる日のためにでしょ。大きいものは送ってあるし、あと忘れ物は。連絡があった。迎えの車はもう間もなく到着するそうだ。なんだ、アイギス以外も乗せていくのか。ラボへの道すがら、リョークの近くを通る。そこまでな。門出の日にせっかく全員揃ってるんだ。別々じゃ味気ないだろ。てか純平、時間ちゃんと伝えといたのに何やって。純平くん、放っておけ。大方私物が重すぎたんだろう。あいつは去年来る時もそうだった。ああ、でもだいぶ痛そうな音でしたね。誰も見てねえのに顔から言ったぜ。ちょっと大丈夫？たく、閉まんないんだから。ちょうど来たようだな。じゃあそろそろ行こうか。あの私、実はお願いが。どうした？その、
こんなこと急に言ってもダメかもしれないですけど、私やっぱりラボに入るの辞退してはダメでしょうか。前は私、自分にはもう守るものも日常もないんだって思ってました。でもそんなことないって分かったから、私ゆかりさんたちと一緒にまた学校に通いたいです。アイギス、たくさんの思いをもっと近くで感じていたいんです。ダメでしょうか。参ったな。口添えしたくても私はもう学校関係者じゃないしな。お嬢様、お足の用意が整っております。あ、分かった。先輩、急ですまないが目的地を変更したい。学園の辰巳寮区へやってくれ。ラボへの移送は中止だ。先輩、それじゃ。そうそう、やっぱそれがいいって。ありがとうございます。皆さん、またよろしくお願いします。やっぱちょっぴり名残惜しいね。ええ、でも生きるって変わることですから。ねえアイギス、あんた寮に入るんならさ、ルームメイト私でどう？え？だってフォローいるでしょ。その代わりもう敬語はやめ。友達でしょ、私たち。